もう体元気をもう一回やる。え、でも今まで、今の今アスパカ体操してたから私はもういいや。アトムちゃんさんありがとう。結構筋肉痛でも今日のが今日来るのって若いじゃん。さっきありがとう、ありがとうございます。レブニアさん、スカパラダさんありがとう。今日はお早いね、いつもこんぐらいですよ。最近ちょっと15分だったけど。体操であたいの腕がいいね。先ほどイエーイ、ホゼさんありがとう。1分で腰を押し、ありゃそれは頑張らないでください。坪井ゆうすけさん、ホゼさんありがとう。ちゃまマジでおもろい、確実に明日来ます。ウェイ、キョンシーさん、坪井ゆうすけさんありがとう。アルパカ体操、足パカですよ。アルパカ体操って何ですかね。今日はお部屋紹介ないですよ。そこまで紹介するものはないので。未知のクールダウン方法、寝る。さっき室並べついに満ちたできて幸せ。イエイありがとう。レブニアさん、ツーモさん、コウさん、ショウジさんありがとう。前髪ね、巻いた、今日は。うん。STU 体操見て、ちゃま楽しみました。ちゃま。今日も美人だ。いやいや、ちょっと。本当はさ、配信のためにメイクしたから、夕方。そのまま痛かったんですけど、もう、汗かきすぎて。お風呂入りたくて入っちゃったから。いつもなんか食べっ子水族館ダイソーに売ってたので初めて食べました。シミチョコが美味しかった。いいな、見てみよう。ちゃまちゃん踏んだらどうしようかとドキドキだったね。私もちゃまがね、出演してなかったらもうちょっと多分いけてた。下を気にしながらはちょっとむずいよね。入ったよ。トロブさんと連絡？アラブルちゃまちゃん見てからファンです。ちゃまファンが着々に増えてるよ。カメラでメイクチェックしてるの？メイクしてないですけどね。こんばんは。三半規管弱りすぎて後ろ振り向くストレッチで目回った。ありゃあれなかなかむずいよね、キレよくするの。すごかったです、ポニーテール可愛かった。えー、ありがとう。ちゃま可愛すぎたね。あほさんありがとう。インターバルって何？今なんか離陸してる？そうそうなんですよ。私の思いがあなたの元へ離陸します。ちゃまさんと握手会かな。ちゃまはね、無理ですね。まだ0歳なので。レムケンさんありがとう。村田より今日から撮り始めた。ええー、ありがとうございます。あ、YouTube 見たい、ひなぎくさま、ありがとうございます。いっぱい見て。インターバルはレストのこと。まあレストなかった、そんなになかったですね。やるつもりなかったんですけどね、本当は。スプラからファン、おお、Thank you。 ちゃま認知欲しい。ちゃま人見知りやけん、なかなか通い詰めんと心開きませんよ。いいんですか、それでも。きっとあ、でもお菓子があったらすぐね開くんですけど。さっきインスタの感じ緑色入れんかったね。そう、緑のやつ持ってないから、なんかそんな加工で色変えるのもなっていう感じで入れてないですな。
ャマへのプレゼントワンチュールで OK。 チャマね、お洋服が欲しいって言ってた。雪風さん、ダダダダダダムダさん、ありがとう。チャマね、大きくなってね、成長期すぎていっぱいお洋服買ってもらったのにね、全部全部もうちっちゃくなったから、服がない、握手会できる服がないってちゃまが言ってました。そう、え、めっちゃ懐いてる。絶対私のこと好き、ちゃま。僕の下げいいかもしれん。握手会してくれるなら僕も犬になる私の犬ってこと嘘です、嘘です、嘘です。道当てのプレゼントに混じって送ってきそうね。私のプレゼントがもうチャマの服だらけになりそうだけど、それはそれでいい。私は嬉しいですね、意外と。結構オタク側の意見、何が、あ、私のこと好きっていうやつ。名前は家族3人で、話し合って決めましたよ。コロコロしてます。みつきちゃんがしゃがむと遊んでくれるって思ってる。ああ、確かにそういうことか。ペコパバレた。ちゃまの身長わかんない。今のそれはそれでいい振り付けよかった、もらう。これ私もパクリですけどね、ペコパさんのどうぞ。充電器とイヤホン同時につけられるやつめちゃくちゃ欲しそう。なんでわかったんですか。それも私が今一番欲しいものなんですよ、充電器とこのイヤホン、線付きイヤホンが同時につけられる穴になるやつ。すごい。アマゾさん、大地さん、ありがとう。デムニアさん、ありがとう。チャマへのプレゼント事務所に送って届くの？え、届くでしょ、だって食べ物じゃないし、つけるものじゃないし、肌に。だって石田のみなみちゃんとかもさ、なんか甥っ子にプレゼント届いたみたいな言ってなかったっけ。すごい、 Y 字コネクタ。でも電子系との関係、自分で買うよ。買う買う。お師匠さん、ありがとう。うん、買ってって言うっていうか、そういうの難しいので。え、 6S なんですか、フル東京特許許可局局長さん、キムビョンユンさん、ありがとう。お兄、ちょっと最近ママムーさんにハマりすぎて韓国語を勉強したい欲がまた出てますね。エイジギャグ聞いた、皆さん。村田よりで送ったやつ、あれ親父ギャグって意味なんだって。韓国での親父ギャグが結構入ってる歌なんですよ、歌。ユミリンのハンモック配信見てた、うらやまティー。ひどい、何がひどい、あっ、フルってやつごめん。イデシさん、ありがとう。だって自分8だけどさ、めっちゃもう携帯にガタが来てるというか、なんか画像表示が遅すぎて早く変えたいと思ってるのに。ゆきさん、キョンシーさん、デブニアさん、ありがとう。それはさ、あれだからなのかな、写真が多すぎるから。一足先に 5G デビューしました。え、 SE って 5G なってる。私だって7で頑張ってるのに。みんなすごいね、えらいよ。 6S 全員は 6S 全員的に言いました。本当
なっぺさん、ありがとう。私も 6S だから買わなくてもできる。韓国語でお兄ちゃんってなんていうの？お兄ちゃん？なんだっけ？お兄だっけ？わかんない。全くわからないんですよね、自分。なんだったっけな？コマボーが大丈夫だったっけ？マロンちゃんブームはもう去ったのか？全然去ってない。マロンちゃんって K-POP 好きなんですよ。マロンちゃんって Twitter も Instagram もしてるんですけど、 Instagram のマロンちゃんもバッキバキなんですよ、踊りが。それをよく見てるよ最近。いいな、携帯変えたい。スカパラダさん、ありがとう。8って何年前？3年？でも携帯の寿命2年でしょ。そしたら頑張ってるよ。誰のショールーム見てますか？今さっきは千穂ちゃん、ゆみりん、福ちゃん、葵ちゃん見てた。福ちゃんにコメントしたけど、スルーじゃない、読まれなかった、気づかれなかった。ケン、葵ちゃんの方に移動して葵ちゃんを褒めまくりました。おっぱ、おっぱ、おんにーが女の人？ナッパ。そう、スマホの画面バキバキにしてそう。それが割れてないんですよ、私のスマホ。ビービーってよくマロンちゃんがやるんです。キサラギマロンちゃん、だってキサラギマロンちゃんが入ってる LINE スタンプも買ったもん。私が一番可愛いよビーだみたいなやつと、そう買った。マロンちゃんから K-POP に行ったの？ううん、マロンちゃんつながりではないけどね。秋に出るらしい iPhone11 を待つか否か。私はそれをずっと待ってるの、去年から。去年変えようかって迷ったけど、 5G が出るならって秋に出るやつを待とうってなって、めっちゃ待ってるのそれを。ジョサイモンさん、ありがとう。デベニアさん、ありがとう。ゴローさんにフォローされてる、なんで？すごっ。マロンちゃんのインスタ見て予想以上にキレキレで笑った。え、すごいんですよ、うまって思ったもん。切ないね、福ちゃんに可愛いってコメントしたけどダメだった。携帯2年も使ったことない。うわ、可愛い。バツマルくん、バツマルくん可愛い。おっぱ、それっぽかったかも。おっぱ、おっぱ。左から風が吹いてるからさ、髪が口に。ともさん、ありがとう。そら豆、こがやさん、ありがとう。あ、青い人。へえ、めっちゃ勉強になる。皆さん韓国語話せるの？アボジーが、アボジーがお父さん。なんでそんな知っとん？なおやおっぱさん、ありがとう。なおや、よく見てみ、おっさんやで。そんなん関係ないんですよ、アイドルは関係ないんです。そんな偶像、これ音やばい？音やばい。シティリバーさん、ありがとう。五郎さんみたいに未知の握手会、これもな、始まるパーティーの女装ですからね。全然読めんかった。マロンちゃん男って噂。いや、福ちゃんのフォロワーにもスルーされたの？うん、まあ誰も気づかなかった。私が息を潜めるのが得意だったんだと思う。おっぱ、こんばんは。K-POP アイドル知識、あん、アイズワンさん。韓国ドラマ見てると覚えれる。すごい。トゥワイスさん好き。キョンシーさん、ありがとう。今日靴買ったんで嬉しいの。よかったね。
量アップしてない、前に持ってきただけ。なびいてる、ほら。カズくんさんありがとう。喋る吉本芸人、そうそうそう、早い、痛くて車の中身がある、いいじゃん。プリ参加してみたかった。え、なんかどうですかって言われたんです、言ってもらえたんですけど、いやでもだってそんな、だって STU になってから1年経ったぐらい、経ってないぐらい、1年半ぐらいの時、覚えてないけど、だったからさ、まだ全然瀬戸内でも活動できてないのに、いきなりそんな韓国語も喋れないしみたいな思ってた。やけに美人、本当美人そうかな。テロップ、あ、葵ちゃんの真似したんですよ、テロップ。葵ちゃん、葵ちゃんに会いたい、会いたいって思った、配信を見ながら。前髪なびいてて可愛い、西川さんだっけの真似してます。一番強い風量はもっとすごいよ。まあどなただっけあれ、リドベル、あ、そうそうそう、サラヘン知ってる。どなただっけあれ。葵ちゃんスルーしてない、さっき見たの。ポジさん、わたるさんありがとう。米2分押しぐらい、そうそうそう、ラグ。どんな歌だっけ、凍えそうな、凍えそうな明日に向かい、妖精、あ、妖精たちが、うん、妖精たちがじゃない、あれ、僕を刺激する、生足魅惑のマーメイド、マーメイド、待って、それは第五人格、マーメイドだ。なんちゃらなんちゃら、なんちゃらなんちゃらな、なんちゃらなんちゃらなら爽快。ダメじゃ、全くわからん。妖精たちが僕を、嬉しい、葵ちゃんが見に来てくれて。夏がなんだ、妖精夏が、僕を刺激する、むずっ、生足魅惑の、そう、ここさっき歌いとったか。うろ覚えすぎるというか、覚えようともなったことない、あの世代が違うのでごめんなさい。でも聞いたことある、すごく名曲なので、私の知り得ている程度でしか歌えなかったんですけど、たいと思います。わたるさんありがとう、星もらいます、どうぞ。スティニバさんありがとう、カラオケで盛り上がるよそうなのね、もう止めてもらっていいですか、なんでうるさい、すごく名曲だと思います。多分皆さんの世代わからん、
今見てる方が多い世代なのかしら。カズくんさんありがとう。ドライヤーかよ。確かに本当に綺麗。ありがとうございます。ももさんありがとう。聞く、あ、ちょっとダメだ、今日はダメだ。カニ食べ行こう。みちの世代のストライクってなんじゃろ。ピーチひっくり返る愛のマークくらいとか、恋しちゃったんだとか。ゆうさんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ゆうさんおめでとう、イエーイ、おめでとうございます。おめでとう。一番世代、うわ世代じゃってなるのはミスタータクシータクシータクシーとか、そのぐらい。ななななななとか。もう AKB さんもドンピシャ世代な気がする。小中で聞いてたもん。いけないだよ、ラララララララ、 I love so sweet、 おおおおお、イエイイエイイエイでしょ。嵐さんとかもなんかあれですよね、もうほぼほぼさ、毎シングル毎シングルドラマの主題歌とかにさなっとる感じなさイメージじゃけさ、ドラマ見てた世代だ、ドラマ見てた世代、ドラマ見る人だったから、最近あんまり見ないんですけど、見ないというか家にいない、家にいるんだけど、何て言ったらいいんだろう、テレビあんまり見なくなっちゃったから、そう、あの本当に見たいってなるやつしか見ないけど、そのちっちゃい時はさずっと見てたから、テレビっ子だったからさ、もうどんな歌でもさ歌えるよね。オレンジレンジさん何の曲があるっけ。しーしー俺たちは昔から、ザードとかグレイさん、あー負けないで、ファンキーモンキーベビーズさん懐かしい、最寄り駅の改札はどなたですっけ、抜ければオーディションで歌ってた大声でした、そう大声でしたよ。しまっておけないおぼこめダイヤモンド、ブルーさん、ひろしてお姉さんありがとう。うわ懐かしい、特上かぼちフリーター言おうか、あー懐かしい、特上かぼちって広島弁でしたよね、やんば。アクアタイムズさん、靴ひもを結び直すとき懐かしい、ファンキーモンキーベビーさん、あの歌いいよね、懐かしすぎる。うん、届け今届け君にみたいなやつ、カバチが広島弁、そうかそうかそうか、じゃけんか。アリちゃんが意外に夏メロしてるのにびっくりした。私が通ってたアクターがね、結構夏メロもうなんか結構披露するスクールだったから、多分アクター行ってたみんなは曲に詳しいんですよね。私もそれで夏メロとか結構で知れてるところがあるので、そういう意味でね、クワティーンですよね。ラッドウィンプスさんはもう今の今じゃん、結構痛ってくないけど、痛いって言っちゃった音が痛そうだったから、 UFO ドゥルルル
ドド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 ドうん踊れるわ。そうそうそう。ミヒマル GT さん、 Hey DJ かませ yeah 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 気分上昇の。ミヒマル GT さん、帰ろうかがめっちゃ好き。 Ooh yeah na 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 帰ろうかめっちゃいい歌。退屈から抜け出したら皆様にのミニスカが揺れる。ハラグラス盛り上がる前関節キス。今日のデクトはなぜ作るタレフサイクスも。なんて言っとるかわからんけど、雰囲気でしか言えん。オーブラ先生大爆笑。相手のビッグセンスセンスいいね。ビッグエセンスチェンジウィーメンバスターズ行きます。今日もノーカフェでオーベースマイラブ。うー I wanna be帰り道は君の声と君の手のひらに繰り返してく日々に愛を刻みながら進んでく俺をルル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 毎日がアニバーサリーのドゥカティ。あなたしピンクのサンスポ。ドゥルル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 ル。あなたしピンクのサンスポ。ドゥルル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 。キリキリはいいよ、キリキリはいいよ。マーキューは、マーキューは、ハニーケーン。懐かしい。え、帰ろうかめっちゃいい。帰ろうか聞いてください。スクールの後輩の発表会とか見に行くことあるの。自分が辞めて初めてのやつは見に行ったけど、その後は全部予定が合わなくて握手会で東京にいたりとかして見に行けないかったので、見に行きたいんですよ。予定が合えば絶対に行くんですけどね。そう、ヒルクライムさんの春夏秋冬、今年の春はどこに行こうかですっけ。帰ろうかもう帰ろうよ、明るいのに染まる道を。かませイエイエイエイ、気分上々じゃない。気分上々の針落とせ音鳴らせばいない。右端ダンス高校でやった。私できる。普通にできちゃう、うん。鳥たちはハーブのガラスと人々の群れ。うーん、いいか、ないさ暮らし雨だけ花を育てして心を溶かれるんだ。ちょっとちょっとちょっと
フォ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 フセクシーなのキュートなのどっちが好きなの迷う。うんをね、うんをねつけるんだって。最初に帰ろうかがいいってコメしようとした瞬間みちに言われて湧いた。最高。うん迷う。セクシーなのキュートなのどんから入るのが松浦屋さんの歌い方って言ってた。トイレにはそれはそれは綺麗な、それいつも私船のお手洗い掃除担当をなんかやるんですけど、よくそれ歌いながらやってます。ここと楽器さん可愛いですよね。大塚愛さんまあまあ歌える。ふふ、あ、日々懐かしい。待って、日々の歌詞教えて。ハッシーさんありがとう。日々めっちゃいい曲やな。シャングリラ幸せだって叫んでくれよ、時には僕の胸で泣いてくれよ。シャングリラ夢の中でさえうまく話せない、君のことダメな人って叱りながら愛していたい。好き。渡らせ橋で見る夕日を。ガッキーさんのいいよね、赤い糸だっけ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまた花がない。それでもこんなに好きなのに。掃除担当はないですね、自らやる系ですね。だからやる子はやるしって感じ。やっぱショールームも全部何でも歌えれたらいいのにね。今日めっちゃ歌ってるけど私大丈夫かな。私振り向いて見ただけの異邦人。今朝の頑張り見て気になったから。お、今朝ありがとうございます。スーパーフライさん好き。心がビビリリを答え返すこの街で一旗あげましょう。ある晴れた日のこと、魔法以上の愉快が限りなく降り注ぐ。不可能じゃないわ。トゥ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 。笑いながらハミング、嬉しさを集めよう。捕まえてみて大きな夢好きでしょだっけ。キョンシーさん、エビミルクさんありがとう。二度見ましてありがとう。あ、おじいさんはおばあさんと歌詞をか、サビがいい。サビ薄めに色のは一回歌ったことあります。
わあ、いい歌。なんじゃそりゃ、いい歌。びっくり。負けないでしか分からん、ザードさん。ふとした瞬間に視線がぶつかる、あの時のときめき覚えているでしょう。バス出るからの、そろそろやめとこう。愛を込めて花束を。魂レボリューションいいよね。魂レボリューション、その曲マジで好き。ビリリエモーション。葵ちゃんカラオケやってる。え、葵ちゃん配信してたの？配信してたのに来たの？すごい。STU こんなマイクいってんや。いやいや、私なんてもっとうまい子いっぱいいますよ。 STU 歌ニキもうまいし、いっぱい見てくださいぜひ。なんかうまさのなんかあれが違うよね、しかもジャンルが。だからなんか楽しいですよ、 STU のみんなの歌聞くの。なんだっけそれ、この町は戦場だから、男はみんな傷を負った戦士でしょってメロが出てこんわ。この町は戦場だから、男は傷を負った戦士、のぞ心の、え、合ってるかな、痛みを拭って小さな子供のダララに変えて、熱い胸に泣かれて、羞恥心羞恥心、俺たちは無駄なリズムをザララル、俺の胸にさあおいで、ビューリティビューリティ、人生ドゥ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 、人生ドゥ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 、人生なんちゃらで生きてる難しい。あいこじとかうまいよね、歌。ロマンスの神様、今日もあなたを感じてる。この気持ちを忘れたくない、ロマンスの神様どうもありがとう。カラオケ行きたくなってきたな。私少女へ、羞恥心懐かしい、イベント行ったことある。そうなの。あれが好きだった、ヘキサゴン、なんだっけ、恋のヘキサゴンみたいな。彼の心のルートは知ってる、お見通し、あなたの心の中に他の女の子がいるわね、だからこれきりよ、これで終わりよみたいな。バイバイ、ちんぷんかんぷん元気よく、ちんぷんかんぷんかわいくね、背伸びした女の子よりちょっと若な女の子みたいなやつ。ねえねえねえ、好きになったね、ヘキサゴン。
もやめとこ。前に乃木坂さんの愛しようのって書いて、いやいやもう逆にありがとうございます。七瀬丸さんのソロ聞いたことある、歌えんけど。どこまでも限りなく降り積もる雪とあなたへの思い。大志のタイファンさん、コモチンさん、ありがとう。懐かしいよな。瀬戸ビンゴで夢見る少女じゃいられないハモリやってたっけ。やったかも。アナと雪の女王、二人だから扉開けて飛び出せるの今、もう二人だから。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。じゃーん。あいつもこいつもあの席をただ一つ狙っているんだよ。スキャンダルのショーズエース好き、めっちゃ。どんなんだっけ。でしょ、めっちゃ好きなんよそれ。よく福ちゃんがねカラオケで歌ってる。生き残りたい、生き残りたい、まだ生きてたくなる星座の導きで今見つめ合った彷徨い果てて君の隣で光沈めたい。本気の体見せつけるまで私眠らない。愛しさと切なさと心強さと何だっけそれ。向かいはきらめくパッションフルーツ、ウィンクしてるエブリナイでしょ。見つめるキャッツアイ。福ちゃんとカラオケ行くんだ。え、多分メンバーでカラオケ行ったことあるの福ちゃんが一番多いと思う。私人とカラオケ行くのあんま好きじゃないというか苦手なんですけど、福ちゃんは行けるんですよね。福ちゃんは行けるっていうか福ちゃんと行くの楽しい。そう、あー難しい。レムニアさんありがとう。ライオン好き。ライオンいいよね。雪風さん、クマありがとう。ライオンはよくみなみんが歌ってるイメージ。みなみんとも一回行ったことある。久しぶりにバイトしたらめっちゃ疲れた。お疲れー。よしよし。BLT 家庭でも未知のカレーの作り方がよくわからない。ジュークボックス、私ジュークボックス嬉しい。ゆきさんありがとう。スプラの頃見てたのにいつの間にか二十歳になってびっくりしました。そうなんですよ、二十歳になりました。うん、ふくちゃん夏メロばっかり歌う結構。でもふくちゃんとはもう締めに電波さんとももクロさんをずっと歌ってる。チャイマックス、チャイマックスとチャイマックスが結構締め率高い。もう踊りながら
一緒に踊りながら最後めっちゃ踊って、めっちゃ踊ってから帰る。あと猛烈はいつも歌う。あ、ミスマッチゲームだってがあるじゃん、 STU 体操。ミスマッチゲームだってサクセスドリーム、おびょん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 。おしゃべりジュークボックスって知ってる？ HKT さんのあの栄光のラビリンスのやつやんな。音の鳴る君が笑えば僕も笑うから、イエイエイ、めぐりめぐりまた違う誰かのとこまで。おぉ、チャイマで締め最高。そうなんですよ、超楽しい。福ちゃん超楽しいよ。いやいや、みち桜オペレーション選んでてええやんってなりました。もうめっちゃ迷った。でミュージックビデオって難しいよね、だからワンカット攻め。走れ走れ走れ、静筆かみな目覚めのその後でてってでってでてでてでて。いて、ココナッツもいいよね。ココナッツはね、もともとねちゃんと歌詞があったんですけど、これじゃあなんかしっくりこないなって思ったヒャダインさんがサビを全部コに変えてみたんですよ、曲はそのままで。そしたらおっってなったんだって。この歌君に届け、まだちょっと拙いんだけど、胸ドキドキ今すぐに飛び出そうよみたいなやつですよね、ももクロさんの。心すべてモームスのシャボン玉は盛り上がると福ちゃんが言ってた。いつも歌うシャボン玉も。確かにチャイマめっちゃ体力使わない？え、それがいいんよ、未来ボール。ドゥン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 、未来ボール私踊れますよ。ドゥン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 、お邪魔します。はいはい、いつのマニアのヒットメモレ、ボールボールさ、バーカちゃんと見てよ、あんながいっちゃうくらいに。インスピレーションを信じましょ、え、ロマンティック歌だけじゃないのも承知でよ。キコリさんありがとう。お酒入ってない、もう最近お酒は飲まないようにしてます、太るから。体中ゾクゾク黄色びやかなミュウチ行く、あっぴながらさ、そんでちょっと甘えちゃったら散らすけれど、私がなんか何でも歌えるんじゃなくて、皆さんがいっぱいコメントしてくださって、それの分かる曲を歌ってるからそうなるの。そう、選んでるからごめんね。そうなんですよ、分からん曲はね歌ってない。ミュージカル TV で言ってたかも、確かに。レブニオさんありがとう。エクスタスは今 CIA、なんだっけ、プリンとクエスチョン、エクスタスワイは CIA。 オーストラリアの人はありません。法隆寺を建てたのはユミコ様。意味不明、 Where do you live now? Yes I do。 酸素を作るにはワニとシャンプー。やばい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 、マジやばすぎる。 STU 面は夢力で締めのイメージある。そうなんですよね、そうよ君に夢中なら夢見てた感じだけたくなる胸を乗る。今日 STU 体操配信も飲みました。皆さんはいいんですよ、美味しかったでしょ、それだったらね、頑張った後じゃもんね。恋始めます、トゥントゥントゥ、キラキラ頬のキラキラ、運命のリフで、ね、違う、歌詞が違う。キスをあげるよ今更好きな
効き目あるでしょう、あなたにだけはそっと教えてあげる。胸の奥小さいつぼみのぬくもり、犬猫の A メロって何なんだっけ。ニャンニャラニャンニャラニャラニャンニャン、大福餅ポタポタ焼き、うまいのはどっちですか。僕的にはささみじゃき、全然かけない、いやいや駆け抜けてく小春日より、こんなに高いところに登っちゃった、誰か助けて。ニャンニャンニャン、僕ら今日も行く。待ち受け画面お揃いで、ペットにしたくなっちゃうよね、ベイベー。めめしくてめめしくてめめしくて辛いよ。マチョパソマチョパソマチョパソ。最近好きなの？あ、ハニワ流行ってた、めっちゃ。肺に潜り秒針を噛み、白昼夢の中でだだ泣けた、でも踏まれない、止まってくれない、ふるいらないまま進むのさ。このまま奪って隠して忘れたい、分かり合うまる一つもなくても、ごめんって返さないでね、言葉はいらないから。飲もう今日はとことん付き合うよ。いいね。ももくろさんいいよね、歌詞ちゃんと覚えててそうね。なんか結構覚えてるね。お風呂でマッサージ、うん、なんかモニモニしてました。桃田かな子ちゃん推しだったけど最近道ばっかりになってる。かな子ゲッ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 、夢いっぱいでゲッゲッゲッ、みんなでおにぎりをもぐもぐ、ハッピーキューティーシー、合わせてキュンキュンキュン。素敵な日曜日。ボーノさんめっちゃ好き。ロッタラロッタラロッタラ、今日の僕たちが大人になってしまえば、きっと見えてるものさえ見えなくなってしまう。ロッタラロッタラ、今日まで僕たちが夢中になって探したものは本当は一体何だっただろう。ロッタラロッタラ、誰かが言った、幸せになるため生まれ、そして誰かを幸せにするため生きていくんだ。ドゥ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 、どれくらい胸いっぱいな色、どれくらい胸いっぱいな色、会えたら僕ら伝えられるんだろう。私に帰りなさい、記憶をたどり、優しさと目の源へ、もう一度星に惹かれ、巡り合うため、奇跡は起こるよ、何度でも魂のルフラー。あ、全部全部君のせいかも、この世界はまるで地獄だね、世界は恋に落ち
誘われた私はカブトムシ大器晩成おおこんな人生おおひっくり返せ今つかみたいや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 い君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも怒ると体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな君はいつかフラッと現れてくれ何気ない毎日を君色に染めておくれよ哀れのエッジがそんぴーなちゃん伸びたステップ。桃田加奈子さんに似てるって言われたことないけどめっちゃ美人と思ってたから嬉しいです。今日見ての感情が明日を紡ぐならしおりを取って閉じてに See you next session。もうあと1分だ、やばいやばい。13位コウさん、12位 MK さん、11位ブルーさん、10位ツーモさん、9位コモチンさん、8位キョンシーさん、7位ダダダダムダさん、6位マサさん、5位シティリバーさん、4位ツボユウスケさん、3位キカデさん、2位東京都局許可局局長さん、そして1位はドゥルルルンジャジャンホジさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャジャンソウさん、ありがとうございました。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう、ロベツロポスミチュー。延長の電話しようしてほしい。3時ぐらいまでやりたい。またね。勉強は私猫結構前から知っててね、私のメール取ってくださってた方、私猫さ村田よりで送ったことあるじゃん。こんなに人気になると思わなかったくない？ねえねえそれがあいみょんさんのバージョンの聞いてたんですけど、ずっとねえ